こんにちは。毎日サプリメントの青島萌です。本日は皆さんに今日の100均で買ってきた購入品を紹介したいと思います。ねえ課長、あのうちの近くにあるのがダイソーでもなくセリアでもなくキャンドゥなんですね。皆さん正直言って失礼ながらこう思いましたよね。かわいそう。私も悲しいです。しかし頑張って紹介していきたいと思います。キャンドゥさん大好きです。じゃあ紹介していきたいと思います。ババン。あって言ってもそんなにいっぱい買ってないんですけれども、じゃあいきます。はい、じゃあ紹介していきたいと思います。じゃじゃん。まず1個目、こちらです。こちらはしっかり洗えて素早く乾く抗菌スポンジが乾きにくい季節も安心。こちらはですね、水筒とかを洗うやつです。はい、私はあんまりエコではないので今までずっとペットボトルを買ってたんですけど、やっぱ節約もしたいですしエコじゃないので水筒にしようと思って水筒を洗うこいつを購入いたしました。続きまして、その水筒関連、これを買いました。水筒はなんか細いやつ、ちょっと太めのやつもあったんですけど、この細いやつにしました。見て、こういう柄、こういう柄、なんか私こういうね動物柄とか好きなんですよ。可愛くない？なんかちょっとカートピョンと麦みたいで可愛いのでこれにしました。スリム PC ボトルアニマル、これにお茶を入れて持ち歩こうと思います。はい、で細いから私がいつも使ってるバッグにも入るかなと思ってこれにしました。あ、続きましてこちらはですね、皆さん薄々気づいてるかもしれないですけども、私ちょっと YouTube にまたもう一回力を入れようと思いまして、で、あの三脚が欲しいなと思ったんです。今は空気清浄機の加湿器か、加湿器の上にカメラを置いて撮ってるんですけど、やっぱ三脚がないとねすごい不便なので、三脚を買おうと思ってこう伸びるやつを家電量販店とかあとネットで見たんですけど、3000円ぐらいするじゃないですか。3000円ってブルジョワの買い物なんですよ。私みたいな貧乏人は3000円なんてね、出せませんから。3000円あったら一生遊んで暮らせますから。だから100均で探したところ見つかりました。ただねこの短さがあるので、まあどっかに置いてこうやって置いて撮ろうかなと思います。次の動画からこれを使いたいなと思います。これさっき紹介すればよかったね。これお茶のボトルです。うちはいつも2リットルのペットボトルを買ってて、それにねお茶をねやってるんですよ。でも結構それって1回まあ120円ぐらいだったとしても、毎日っていうことになると結構な出費になるんですよね。なのでこのボトルを買いました。でこれは100均じゃないんですけど、あのスーパーで、私ルイボスティーが大好きなんですよ。ちょっとおしゃれインスタグラマーじゃないですか。なのでルイボスティーを買って、これを入れて水で薄めて冷蔵庫に入れて、出かけるときは水筒に入れてみたいな感じで使おうと思ってる。でちなみにですね、こちらのティーバッグ、あ、エッチです。ティーバッグ、皆さん何回使えますか？私はですね大貧民ですので、これを本当は1回や2回使うところ、なんと5回ぐらい、すごい薄めのルイボスティーになるまで、まあ、味付け程度に楽しんでいきたいと思います。でもういよいよね、早速最後になってしまうんです。DJ、 はい、こちらです。こちらはシリコンラップ、繰り返し使えて経済的なエコラップ。これ私カッチャンネルさんって皆さん知ってますか？ YouTuber さん、あのお料理系の YouTuber さんなんですけれども、そのカッチャンネルさんのが大好きで、いつもね料理動画を拝見させていただいてて、うちのレシピにも使わせていただいてるんですけど、その中でカッチャンネルさんがあのボールとかをさチンするときに、いつもねなんかペラペラしたこれをペンペンと置いてたんですよ。何これ、めっちゃいいやんと思って、いちいちさラップするのもエコじゃないし、わめっちゃ便利そうと思って、で100均で買ったっていう風にカッチャンネルさんにね、あのコメントをどこで買ったんですかってしたら、100均で買ったって言われてて、それで今日100均に行ったらこれ見つけました。さすが天下のダイソーさん、近所にあったら嬉しい100均、第1位に輝くだけ
ありますね。ということでこちらのシリコンラップを買ってみました。こういう感じになってるみたい。なんか小一が使う下敷きみたいな。はい、そんな感じで今日の100均の購入品でした。本当に主婦な買い物ばっかりでごめんなサイエンス。最近はねこういう感じで節約っていうのを重き置いて私生活しております。皆さんの節約術をぜひ教えてください。これで結構ね毎日外に出かける時に買うお茶代とあと家で飲むお茶代が浮きましたね。こんな感じでなんかちょいちょい節約頑張ってます。はい、ということで皆さんつまらなかったらごめんなサイエンスな100均の購入品でした。バイバーイ。